こんにちは、横道猿太郎です。さあ始まりました、ハードボイルド60分一本勝負。いや、この番組を始めてからですね、もう頭の中がハードボイルド一色になってしまって、あれもハードボイルドだな、これもハードボイルドだなっていう風にいろいろこう考えてるうちにですね、もうちょっとなんかどれから取り扱っていいんだろうっていう風に頭の中がもうちょっとパニック状態になってしまっている横道それ太郎です。まあそうなんですけどね、一歩ずつ着実にやっていくしかないなということで、まあ早速今回扱う作品を発表していきたいと思います。ロバート・アルトマン監督のロング・グッドバイですね。今回は初の映画作品となります。第2回目に取り上げたレイモンド・チャンドラーの長いお別れ、これを、まあ、原作に映画化したものになってますね。1973年の映画版になります。これがですね、まあ、ロング・グッドバイっていう作品は、まあ、なんかハードボイルドの代表だよなってことで、こう軽い気持ちで取り上げたんですけども、いろんなところに本当に影響を与えていて、あ、これもロング・グッドバイじゃん、あれもロング・グッドバイじゃんっていうことでですね、まあ、たくさんこう派生する作品がこう芋づる式に見つかっていったんですよね。でそれを扱う上で結構この映画版のアルトマン監督のロング・グッドバイもですね、まあ、原作とは別に独立した形で影響力も持ってるので、まあ、こっちも扱っておいた方がこう後々話しやすいだろうということで今回この作品にしました。さて、じゃあこの映画版のロング・グッドバイなんですけども、まあ、まずは簡単なあらすじから入っていきたいんですけども、基本的には原作とほぼ同じですね。まあ、私立探偵のフィリップ・マーローが主人公で、そこにテリー・レノックスという友人ですねがやってきて、メキシコの国境の町に、自分を逃がしてくれというふうに、頼みにやってくると、そこからスタートするということになっています。原作の違いということで言うと、ミステリー部分をですね、まあさすがにちょっと映画の尺だと全部扱いきれないということだと思うんですけども、まあ大幅にカットして、このテリー・レノックスの失踪、まあそれからその後でマーローがその警察に拘留されていろいろ尋問を受けてる間に自殺してしまうという展開があるんですけども、まあそこから、また別の事件が舞い込んできます。でそれがロジャーというですね、有名な作家がいまして、まあ、彼の、行方を探してほしいという、まあ、アイリーンというですね、彼の妻から依頼があるんですけども、まあ、その2つの事件との関連性っていうところにミステリーの重点を絞ってますね。なのですごくミステリーとしてはシンプルな作りになっていて、まあ、話は原作よりも飲み込みやすいと思います。ただこの原作作版とはその雰囲気が結構違いますね、この映画版は。というのも、まあ、1973年で、原作の方は50年代だったと思うんですけども、53年かな、結構開きがあるので、まあ、ロバート・アルトマン監督は、このフィリップ・マーローという探偵がですね、まあ、当時の現代のアメリカにこう浦島太郎のように迷い込んできてしまったと、そういうような、まあ、裏設定みたいなものを作って、ちょっと、まあ、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、異世界に時代錯誤な名探偵が迷い込んできてしまったというような、そういうちょっとミステリアスな雰囲気をまとった、見た目は普通の探偵もの、ハードボイルドものなんだけども、雰囲気としてはなんかちょっと不思議の国のアリスというかですね、ちょっとファンタジー映画みたいなですね、異世界に迷い込んでしまったというような、そういう感覚のある不思議な映画になってるんですよね。というところで、まずは僕のざっくりとした感想を言っていきたいと思うんですけども、このロバート・アルトマン監督はアメリカの、まあ、僕初めて見たんですけど、この監督の作品を、すごい有名らしくてですね、アメリカのインディー映画の父っていうふうに言われることもあるそうなんですね。なので、まあ、ありきたりの展開というか、ありきたりの撮り方みたいなのをすごく嫌うタイプの監督らしいんですよね。ということもあって、まあ、すごくですね、ドキュメンタリータッチといったらまた違うんですけど、なんかホームビデオを見ているような、そういう感じで、探偵のですね、フィリップ・マロー、これはエリオット・グールドという役者さんが演じているんですけども、
まあ、彼の仕草がものすごくさりげないですし、カメラもですね、こう微妙にゆっくりズームしていったり、ゆっくり横に移動していったり、微妙に何かこう水中を漂っているような感じで動き続けてるんですよね。なんかそれによってですね、作品にもなんかこうゆったり動いていくような感覚っていうのがあって、まあ、ハードボイルドっていうともうちょっとスピーディーにこう物語が展開していく、ちょっとサスペンスフルな感じっていうイメージがあるんですけども、まあそういう感じでは全くないんですよね。むしろ偶然マーローがこう事件に巻き込まれて、なんとなくその中を散歩するように漂っていくうちに、まあ事件が動いていくみたいな、そういう感じになっていますね。まあその感じが1回目見た時は、ああなんかいいなって思いましたね。探偵もの、ハードボイルドものを見てるっていうよりは、インディー映画系っていうんですかね。まあ、ちょっとその会話劇みたいなものですかね。アメリカの本当にそのさりげない日常を撮ったような、そういう日常ドラマっぽい映画に見えましたね。で、そういうものとして考えると、なかなかいい雰囲気出してるなというふうに思いますね。ただ、ミステリー部分の処理に関しては、まあ結構適当ですよね。正直、まあ、ミステリー部分は相当その絞ってるのであんまり気にならないんですけど、まあ、よくよく考えてるとそれどういうことなのっていうのを、まあ、原作をちょっと改編したことによって、まあ、やや気になる点も出てるんですけども、まあ正直そんなの関係ねえよなっていう感じですよね。このロバート・アルトマン監督のその、まあ、良さというか、そういう部分っていうのは、まあ、あんまりその論理的なタイプのその監督ではないなっていうふうに感じますね。なので、そのムードですよね。まあ、使われている音楽であるとか、風景であるとか、すごくなんだこれっていうような異常なイメージ、異常っていうと強いんですよ。けど、ちょっと違和感があるくらいの変なイメージっていうのがたくさん出てくるんですよね。まあ、後々説明しますけども。なんかその不思議な小さな冒険をしたなみたいな感じが、まあ、この監督の良さじゃないかなっていうふうに感じましたね。まあもともと原作にもですね、まあ、ちょっとしたユーモアみたいなものはあったと思うんですよね。マーローが、まあ、依頼人に対してちょっと皮肉を言って、まあ、それがギャグになっていたりとか、本筋とは関係ない依頼者が何人か来て、それがコメディレリーフというかですね、面白い役だったりもするんですよね。でそういう、まあ確かにちょっとなんか、まあ社人構えたところもあるキャラクターですし、そういう外した雰囲気っていうのが、まあ原作にもないではなかったと思うんですよね。で、それを大きく大きく拡大していったのが、まあこのロンググッドバイ映画版だと思いますね。というところで、まあ今回はですね、プロットをこう詳しく追っていくというよりは、まあプロットはほぼ原作と同じなので、あまりそこは扱っても意味ないと思うので、いろいろ僕が気になったトピックを扱っていこうかなと思います。まずはですね、作品に入る前にこのロバート・アルトマン監督の話をちょっとしたいと思うんですけど、まあさっきインディー映画の父っていうふうに言われているって話をしたんですけど、もともとはですね、1940年代ぐらいにデビューしたのかな。だから戦後すぐにデビューした監督で、かなりキャリアが長いんですよね。それで、まあ、テレビドラマもかなりたくさん撮っていたということで、まあ、それは何ですかね、何つってたかな、まあ、なんかミステリーというか、まあ、冒険ものというか、まあ、そういう感じですよね。だから芸術作品としての映画っていうよりは、もう本当にその商品としての映画ですよね。テレビでバンバンこう流す、1週間に2つのエピソードを撮ってたって言ってましたね。ロバート・アルトマン、ハリウッドに最も嫌われ、そして愛された男っていうドキュメンタリー映画がありまして、僕それを見たんですよね。でそれを見たら、まあいろいろそのアルトマン監督のことも分かって、あ、なるほどって思ったんですけど、まあそういうそのすごいハードスケジュールで撮ってたので、で脚本を書いてたんですよね。でもうスケジュールが間に合わないので、その移動中の車の中でプロデューサーだか監督だかにこの次どうすんのみたいなこと聞かれて、その場で考えてノリで答えて、うん、じゃあもうそれでいいからそれで撮ろうみたいな感じで撮ってったらしいんですよ。まあ、そこにもすでにですね、まあアルトマン監督のアドリブ性っていうんですかね、そういうノリでこう考えていくみたいなのが好きな監督なんだなっていうこともわかるんですけど、まあ同時にすごくその商業主義の、まあ、勝ち、まあ、こういうパターンでやっていきましょうよっていうのが決まってるタイプの作品ですよね。今で言ったら B 級映画とかそういう感じだと思うんですけど、まあ、そういうのをもともとは撮ってたということなんですよね。
ただだんだんそれにこのアルトマン監督は嫌気がさしてきて、もう普通じゃない映画をどんどん撮っていこうという流れになっていったらしいです。それでまあ本人がですね、第二次世界大戦に従軍した経験があって、それが結構そのまあそりゃそうですよね、戦争に経験し、あの戦争の経験っていうのはまあ大きいと思うので、その個人的な体験をまず映画にしていこうっていうところから、まあ既存のそういう枠組みを出していく、まあインディー映画っていうんですかね、そういう 独自の路線に進んでいくきっかけになっていったっていうことらしいんですよね。その路線でまあ最大の代表作と言われているマッシュというですね、まあなんて言ったらいいんですかね、これマッシュでは僕見たんですけど、ロンググッドバイの後に見ましたね。これはまあ70何年だっけな、まあ、ロンググッドバイより前だと思うんですけど、70年かな、朝鮮戦争を舞台にしたまあブラックコメディで、まあ、戦争映画なのかなと思いきや、主人公は従軍医師みたいな感じですかね、徴兵されたまあ医者なんですけど、非常にこう凄惨なですね、怪我を負った兵士の手術を毎日やりつつですね、美人の看護師さんをのシャワーしてるところを覗いたりとかですね、まあ、ふざけ倒すっていう映画で、まあ、すごくむちゃくちゃですね。でこういうまあそのもう普通じゃないのをどんどんやっていこうっていう路線だったみたいですね、もともとは。そういうまあ監督なのでなんだなっていうことを理解すると、このロンググッドバイもだいぶ飲み込みやすくなるんじゃないかなと思います。っていうのはもともとその一回見た時に、ああなるほど、なんかいい雰囲気の映画だなって思ったんですよ。ただまあやっぱりこうしてそのトーク番組的な感じで話すということで、まあわかんない部分とか確認するじゃないですか。でそれでいろいろ考えていくと、って思う場面がですねたくさん出てきたんですよね。なんかむちゃくちゃだな、よくよく考えると、みたいな。まあ、そのむちゃくちゃな部分はおいおい説明してきますけども、なんだろうなこの監督っていうふうに思って、まあ、ドキュメンタリーを見て、代表作のマッシュを見て、ああこういう感じかっていうふうになんとなくこう徐々に僕の中でしっくりきてる感じなんですよね。つまりこのロンググッドバイという映画はですね、まあ立ち位置的にはこういう感じです。インディー映画とプログラムピクチャー、まあ、つまりはまあ、商品としての映画みたいな感じですね、との、まあ、中間的な作品っていうのをアルトマン監督は目指したんじゃないかなと思います。つまりまあレイモンド・チャンドラーのその原作自体がですね、ハードボイルドっていうある種そのまあパルプフィクションというまあ B 級雑誌に載っていた、一度でその読み捨てられてしまうような、まあある種の商品としての性質っていうのを強く持ってた原作だと思うんですよね。ただそこにすごく芸術性というかですね、独自の美学を込めていったというのがチャンドラーのその功績だと思うんですけども、まあ、それに似てるなと思いますね。このアルトマン版のロンググッドバイっていうのも、まあ、ミステリーの枠組みを借りつつ、その独自のですね、まあなんて言ったらいいんですかね、自分のまあやりたいイメージっていうのをどんどんこう積み重ねていった、そういう映画にしていったということだと思いますね。それからですね、まあじゃあ具体的にどういうことをやってるのかっていうことなんですけども、まずですね、冒頭このロンググッドバイは猫をですね飼っているっていう場面から始まるんですね。主人公のフィリップ・マーローが、これは原作版にはない描写で一番大きな改変と言ってもいいと思います。いきなりですね、フィリップ・マーローが深夜に飼っている猫に起こされて、なんだお腹減ったのかって言って餌をあげようとするんですけども、普段あげてるカリー印の缶詰って言ってましたけども、まあ、キャットフードがないんですよね。で、なんかあり合わせでその作ってごまかそうとするんですけども、食べてくれない。っていうので、深夜営業のスーパーに行くんですよね。ただ、まあ、買ってきたその、まあ、スーパーに行くんですけども、普段買ってるキャットフードが売り切れで、代わりのものを買って帰るんですよ。で、それを猫を騙すために、いつもあげてるキャットフードの缶に、別のキャットフードの中身を入れ替えるんですね。で、いつも買ってるやつだよと装って猫にあげるんですけども、猫に気づかれて食べてもらえないと。で、猫はそのまま出て行ってしまうというのがオープニングシークエンスになってるんですよね。まあ、この時点で、なんだこれって感じなんですけど、原作にないですしね。
で、その後で、まあ、猫がいなくなってしまったのと入れ替わりにですね、まあ、テリー・レノックスという、まあ、親友というふうになっていましたけども、原作ではまあもうちょっと親友っていうか浅い付き合いなんですけど、まあ、長い昔からの知り合いだっていうふうに言ってたので、ちょっとそこの関係性は変えてある感じでしたね、微妙に。それでこの後ですね、猫は実は一回も出てこないですね。出て行ってしまった後で、フィリップ・マーロはですね、一生懸命うちの猫を知らないかみたいな感じで聞き込みをしたりとか一生懸命探すんですけど、なかなか出てこなくて、映画が終わるまで結局一回も出てこないというですね、そう聞くとやっぱりんなんだこれ、なんか意味あるのかって思いますよね。そういうなんかその微妙になんか意味がありそうで意味がないような、そういうちょっと変わったイメージの連続でこの映画できているので、そこにこう突っかかってしまうと楽しめないような面があるかもしれませんね。ただですね、まあストーリー上は、ああそっか、猫がなるほどね、キャットフードがなくて食べれなくて拗ねてどっか行っちゃったのねっていうふうに、その表面的に考えると、まあ別に違和感はなくてですね、撮り方も非常にさりげないので、こうさりげなく物語が進行していくんですよ。なので1回目は僕そんな気にならなかったんですね。ただそこにどういう意味があるのかなとかっていうことを考え出すと、どんどんドツボにはまっていく、そういう映画になっていくと思いますね。例えば他にもですね、いろいろ面白いイメージがあるんですけど、テリー・レノックスがまあ住んでいた高級住宅街があるんですけど、まあ、そこにアイリーンとかロジャーとかもいるんですよね。高級住宅街のゲートがあって、そこにはまあその施設の警備員が立っているんですけども、この警備員のキャラが異常に立っていまして、毎回ですね、まあマーローとか誰かがそのゲートを車で通るたびに何かの映画スターのモノマネをするんですね。何の意味があるんだよって感じなんですけど、まあ別に意味はないですこれは多分。はい、でまあそれをああそれ何かのモノマネみたいな感じでマーローが当てるとすごい喜ぶっていう、よくわかんないやつなんですよね。でそれで言うとですね、フィリップ・マーローが、まあ、マンションみたいなところに住んでるんですけども、渡り廊下を渡って隣の、まあ、部屋に住んでいる人たちっていうのが、なんて言ったらいいんですかね、まあその女性だけのグループで住んでいて、いつもなんか裸でくねくね音楽に合わせて踊ってるんですよね。でなんかまあマーローにそのなんかケーキを焼く粉だかなんかを買ってきてくれみたいな感じで頼むんですけど、まあなんかそのいろいろ頼み事をしたりとかしてもですね、上の空で瞑想とかしてたりとかですね、まあヒッピーって言ったらまあ分かりやすいと思うんですけど、なんかまあそういう謎のグループなんですよねっていうのがいて、別に本筋とはこれ全く関係ないんですけど、やたらキャラが立ってて、まあそのマーロー以外の男のキャラクターがそのマーローの家に来るとはあいつら何みたいな感じでみんなジロジロ見て去っていくというですね、すごい不思議な、まあ、そのイメージなんですよね。まあ、他にもいろいろあるんですけども、まあ、そういうその特徴としてはですね、あんまりそのイメージとイメージの間に連関性がないんですよね。まあ、無理やり結びつけようとすれば、やっぱり同時代にこうマーローが迷い込んでしまったっていうようなコンセプトでもあるので、そういうまあなんかあんまり人のことを気にしない自分勝手な人々っていうことでくくれなくもないんですけど、あんまそれをくくったところで意味があるのかっていう感じでもあるんですよね。だから本当にその個々のその描写、まあ役者の演技とかキャラクターとか雰囲気っていうのが面白いから撮ってんだろうなっていう、そういう感じがしましたね。まあ、そのことはですね、まあ、ドキュメンタリーでもちらっと言っていました。監督がですね、監督の観客というか、まあ、ギャラリーがいて、なんかトークショーみたいなのをやってるんですけど、そのうちの聞いてる人の一人もですね、監督の映画はいつもその同時代批評みたいな、そういう批判精神を強く感じるんですけど、その点どうですかみたいなのを聞かれるんですよね。でそれに対して、まあ、批判的に見えるかもしれないけど、でも僕は目に映ったものをそのまま描いてるだけなんですよね、っていうことを言うんですよ。なので彼にはその現実社会の中のまあいろんな事象っていうのがこういうふうに見えてんだなっていうことだと思います。その中でまあ自分のその気になった面白いイメージっていうのを特に自分の中でこう飲み込んで、それに意味を与えたり、それに対してどうリアクションするべきかみたいなことをあんまり定めずにそのままぶつけてくる、そういうタイプの作家なんだと思うんですよね。それっていうのは、例えばその警備員、変な警備員ですとか、変な隣人ですとか、まあ、変な隣人に関しては、
あいつら変だなっていうふうに、その映画の中のキャラクターもリアクションを取ってるんですけど、まあ、割かしその変なものを変なまま、そのキャラクターたちが放置するってことが多いんですよね。特に主人公のフィリップ・マーロー、まあ、エリオット・グールド演じるマーローはそういうふうな態度なので、観客としてもですね、割かしどういうその気持ちでそれを見たらいいのかっていうのが、まあ、分かんないんですよね。まあ、あえてその開かれたままにしてるんだと思います、それは。そういうまあ変なものを変なままその提示する、それを解釈するのではなくて提示するっていうことが好きなタイプの、あの監督なんだろうなと思いますね。はい、なのでまあそれに対するリアクションは結構観客に委ねられているのかなという気がします。まあ、そのことはですね、まあ、映画の中では役者の演技が一番重要なんだっていうふうにドキュメンタリーでも言っていて、そのこととも多分関係すると思いますね。で、脚本に関してもこのロググッドバイも自分の、その脚本はもともとあったんですけど、自分の好きに撮らせてもらうよっていうことをまあ言って、それで脚本家が OK したので撮ったっていうことを言っていたので、わりかしそのもともとあった設計図にこう従って、あの段取りをきちんと守って撮っていくというよりは、その場その場の役者の演技が面白かったらそれを尊重して、まあ、映画全体の方を変えていくというタイプ の、 その監督なんだと思うんですよね。だからそういう、まあ、なんか人間の、まあ、人間にすごく興味がある監督だなと思いました。そしてまあその人間の特に理解のできない部分というか、なんかちょっとなんだこいつみたいな、そういう突出した変な振る舞いみたいなもの、難しい言葉で言うと他者性みたいなことだと思うんですけど、自分から見てなんかちょっと理解できないものとか、でそれに対して振り回される人間たちのそのありさまとかっていうのを、このまま自分が意味付けとかをするのではなく提示させて、観客に対してどういうリアクションを取るのかなっていうのを観察するのが好きなタイプの作家なんだろうなと思いましたね。それからですね、この映画そういうことで、まあ個々のシーンとシーンがあんまりこうつながんなかったりもするんですけど、ただですね、そうは言ってもなんか意味ありげだなっていう描写も中にはあるんですね。でその中で僕が一番気になったのが猫と犬との対比っていうのがありまして、これがねすごく引っかかって、2回目に見た時にんどういうことなんだろうと思って、あの気になっちゃったんですよね。どういうことかというと、あの猫っていうのはですね、先ほども言った冒頭に出てくる猫で、まあ餌をやり損ねて出て行ってしまうんですけども、その後でまあテリー・レノックスが来て事件が起きて捜査が始まるわけじゃないですか。でそうすると行く先々で犬が出てくるんですよ。でフィリップ・マーローは結構それに妨害されるっていう描写が3回ぐらい出てくるんですよね。車に乗ってると道端の真ん中に野良犬が座ってて通れなくなっちゃうと、でクラクション鳴らしてどけどけみたいなことをやるっていうのが一つで、それからアイリーンの家に行くと、あの飼ってる、まあ、なんかドーベルマンみたいな犬ですかね、結構でっかい犬がいるんですけど、それにワンワン吠えられて邪魔されてしまう。でそれから、まあ、ロジャーとアイリーンがパーティーをやってるんですけども、そこに行くとまた犬にワンワン吠えられて妨害されるっていうのが3回あるんですよね。でそれからそこ以外にもテリー・レノックス の、 その自殺というのが信じられなくて、あのメキシコまで行くんですけども、そのメキシコの街でもですね、犬がまあフラフラしていて、こう人間たちはそれを無視してる感じなんですよね。なんか自然と人のなんか群れの中にこう混じってる感じですよね。でそこでこうまあなんていうか、まあ営みをしているあの犬のイメージっていうのが出てくるんですけども、っていう風にですね、なんか猫がいなくなった途端にそういう風に連続して犬のイメージが出てくるっていうのは、ちょっと意味ありげというか、まあどうしてもですね、同じパターンが続くと人間っていうのはこうそこに意味を見出したくなりますよね。っていうので、これ何なのかなって思ったんですけど、まあ一つは単純に考えると、まあアルトマン監督はこの作品のそのコンセプトっていうのは、その同時代、当時の70年代のアメリカ社会に迷い込んでしまった、まあ50年代のオールドタイプの男、そういうフィリップ・マーローとの対比を描くっていうことにあるっていうふうに言っているので、まあ猫みたいな自由な人々に振り回される、まあ負け犬のようなフィリップ・マーローっていうふうな対比で捉えることもできますよね。その、まあ、同時代との対比っていう文脈と犬と猫との対比っていうのを重ねるとそういう意味になるんだと思います。ただですね、そう考えるとちょっと妙なのは、
まあ、フィリップ・マーローはその猫をすごく大事にしていて可愛がってるわけですね。まあ、猫は出てっちゃうんですけども、マーロー自身はすごく大事にしている。でラストシーンでも、これはネタバレになるので言えないんですけども、まあ、ちょっと猫についてのまあ研究があってすごく大事になってくるんですよね。でそう考えると、そのまあ、猫を大事にしているマーローっていうのが、まあ、その猫をですね、そのマーローの敵というか、まあ、反対物というか、マーローとはその真逆の性質を持っているその同時代の人々っていうふうに、こう猫と同時代っていうのを結びつけるのがちょっと妙な感じがするんですよね。それから犬に関しても、それがマーローのその象徴であると考えるなら、なんでそんなにその執拗にマーローがその犬に吠えられたり妨害されたりするのかって描写が出てるのかっていうのが、ここもですね、辻褄が合わなくなってくるわけですよね。でかつですね、あのロジャーっていう、まあ途中で結局自殺してしまうんですけども、その作家ですよね。でこのロジャーも犬にすごく嫌われていて吠えられる。でそのロジャーと犬に吠えられる同士のですね、あのマーローとの間に友情が生まれるっていう描写があって、でそう考えると、その、まあ、ロジャーと、まあ、マーローっていうのをイコール犬っていう風に結びつけるのはちょっと妙な感じがしますよね。むしろその犬に嫌われてるんだから、その犬が意味するものとは反対のものを意味しているっていう風に考えたくなってくるという風に、いろいろこうなんか、まあ、イメージがですね、意味にまとまっていかないような感じがしたんですよね。でこれについて、まあいろいろ考えたんですけど、監督自身の言葉をですね、いろいろ見ていくとですね、まあちょっとヒントになるようなことを言っているんですよね。でリンカーンセンター映画協会っていう、まあ、団体が発行しているフィルムコメントっていう雑誌があるんですけど、その中で、まあ、当時のアルトマンのインタビューが載ってるんですよね。でこれはロバート・アルトマンスピークスっていうあの記事でネット上で見れるので、まあ、もし興味がある方は見ていただきたいんですけども、まあ、その中で、まあ、マーローっていうのはあの犬とは何の類似性も持っていないと。で彼はまあキャットマン、まあ、猫のような男なんだっていうふうに言ってるんですよ。でまあ彼はその、まあ、二度とですね猫と会えないような、会えないだろうってことを自分で気づいてるんだけども、それにもかかわらず、まあ、猫をそのすごく可愛がっているんじゃないかみたいなことを言ってるんですよね。でなおかつこのロンググッドバイの後に撮ったですね、まあ、ボーイ&キーチっていう別の犯罪映画があるんですけど、まあ、それの主人公と対比して This guy and Marlow know that they can't expect love and they revisit it that way. In a way, both these men are heroes って言っていて、僕のクソ雑魚イングリッシュを披露してしまいましたけども、まあ、要するにですね、まあ、両方ともそのマーローと、まあ、そのボーイ&キッチっていう映画の主人公は愛をですね、まあ、彼らから期待してないんだと。でもそういうやり方で彼らをと一緒に生きていると。でその意味で、その意味でというか、まあ、ある意味で、まあ、そういうやり方で彼らはヒーローっていうふうに言えるんじゃないかっていうことも言ってるんですよね。でこれ面白いなって思ったのが、He was a cat man って言っていて、まあ猫のような男っていうことですよね。っていうことはやっぱり、で犬とは何の類似性も持ってないって言っているので、まあ、犬ではなくて猫との間にそのマーローっていうのは、まあ、重ね合わされているということなんですよね。ただ同時にその猫に対する接し方ですよね。猫の方は自分をこう非常に気まぐれな態度で愛情は、まあ、時には示してくれるけども、いつも示してくれるわけじゃない。にもかかわらず彼らはまあ猫を愛しているっていうやり方で、あのすごく英雄的なんだっていうことを言っていて、つまりその猫に対する態度がある種のその、まあ、意味を持っているってことで、これちょっとズレがあるわけですよね。つまり彼と猫がイコールでその何かの意味を持つっていうのが一つある。ただもう一つ、猫との接し方が猫との関係性の中でその別の意味を持ってくるっていう面もあるので、そこにそのすでにズレが生まれてしまってるんですよね。まあノリで撮っていくのが好きな監督なので、まあ、こういう風にですね、イメージがこう複雑な意味を持ってるんだと思うんですよね。意味を持ってしまうんだと思うんですよね。なのでちょっと一見すると分かりづらいっていうことになってるんだと思います。でこの猫と犬との対比っていうのを、まあ、結局どう捉えたらいいのかっていうことだと思うんですけど、
基本的には自由な猫に対して従属的な自分の欲望のままに行動する犬っていうのの対比っていうので考えればいいんだと思います。でその何かその自由で自分のその独自の精神的な原理に基づいて行動する猫イコールマーローと自分の欲望に縛られて自由なように見えて実は従属的に行動している犬っていう、それがまあ同時代の人々に重ね合わせられていると、それが基本的なまあ図式だと思いますね。ただまあそれはどういうことかっていうと、その猫がですねすごくその偏食だっていうところがキーだと思うんですよね。こだわりがあって、まあ、カリー印 の, そのキャットフードしか食べないんですよね。これはまあ普通に考えたら、まあ、単に食欲にその従ってるようにしか考えられないんですけども、多分そのアルトマン的なイメージの中ではそこには何か単なる欲望を超えた自分の趣味みたいなものがあって、そういう精神的なものですよねに猫は従っているんだと、でそういうふうに見えてるんだと思うんですよ。なので、まあ、人間に近い存在というかちょっと精神的で崇高な存在だっていう、そういうようなまあ見通しというかそういうものを感じるんですよね。でそれに対して犬がですねガツガツ餌を食うみたいなシーンがあったら、まあ、その対比がすごく明確になったと思うんですけど、これ別にないんですよね。ただまあ、その交尾してるシーンがあったりだとか、他のキャラクターにこうちょこちょこついて回るシーンがあったりだとか、まあ、そういうなんかですね、まあ、自分の欲望に従っている感じっていうんですかね、がうっすら見えてくる感じですね。でもう一つキーになるのがマーローがですねアイリーンに食事を勧められるけども断るっていうシーンが2回かなぐらいあるんですよね。でそこで餌付けされない男っていうので、なんかやっぱりマーローとその猫とか重なってくる。でそれに対して犬っていうのがまあすぐ餌付けされる存在というかですね、欲望に忠実な存在としてまあ、対照的に描かれてるんだろうなっていうのがなんとなく見えてくるんですよね、っていうことだと思うんですよ。ただですね、まあ、そこでまたちょっと複雑になってくるのが、同時代批評みたいな文脈で自由な同時代人に対して何かその彼らを助けようとするマーローっていう、自由じゃないマーローっていう対立図式も確かにうっすらあるんですよね。でそれってちょっと猫と犬の自由な猫と自由じゃない犬っていう対比で言うと矛盾するじゃないですか。そのズレが多分ややこしくしてるんですよ、この映画を。でそれどう考えたらいいかっていうと、結局レイモンド・チャンドラーのロング・グッドバイ、長いお別れですね、原作自体がちょっとそういう微妙なテーマを扱ってはいるんですよね。でその複雑さが結局このイメージの対比がこう、まあ、2つの対立図式が重なっちゃって混ざっちゃってるわけですよね。でそこに影響を与えてるんだと思うんですけど、まあ、どういうことかというと、もともとマーロー自身が、まあ、これ第2回で詳しく話しましたけども、確かに自由な自分のその主義に従って行動している男ではあるんだけれども、と同時に誰かをこう助けたいっていう、まあ、その初期衝動みたいなものがなければ探偵にはなれないっていう、そういう話だったと思うんですよね。まあ、なの でその犯人たち、まあ、犯人だけじゃないですけど、まあ、被害者も含めてそのマーローとはちょっと違う自分たちの欲望に基づいて行動している、まあ、同時代人っていうのも長いお別れの中では、まあ、描かれてたと思うんですよ。でそれもある意味自由って自由なんだけども、ただマーローの自由さとはまたちょっと違うんだよっていうことを描かなくちゃいけないので、マーローのなんか根本的な利他性というか誰かを助けたいっていう気持ちっていうのが導入されてたと思うんですよね、最後のところで。まあそれから自分を裏切るぐらいのまあハードボイルド性、理性ですよね、っていうのもあって、まあ、そういうそもそも微妙なテーマを扱ってたと思うんですよ。だからこういうまあちょっと複雑なイメージが出てきちゃうんじゃないかなと思いましたね。でちょっと話がそれましたけども、まあ、その犬と猫との対比の話をまとめるとですね、まあ、猫っていうのは基本的にはその自由で精神的なものの象徴で、それに対して犬っていうのはもうちょっとその欲望に従っていて利己的なものの象徴なんだと。でそこにですね、猫に対するマーローのその態度っていうのを、まあ、補助線のように導入すると、話がすっきりしてくるんですよね。でっていうのはまあ、中間的な態度ですよね、を取るんですよね、マーローっていうのは。つまりまあ他者に対してその
まあ、猫、自分の飼い猫を可愛がってはいるんだけれども、まあ、なんていうか別にそれに振り回されはしないぐらいの態度、まあ、距離感というかですね、それぐらいの距離感で臨んでいると。でそれぐらいの距離感っていうのが結局原作では、まあ、探偵には必要な態度だみたいになったわけですけども、まあ、つまり他者にその関わろうとするポジティブな姿勢を一応マーローはその飼い猫に対する態度で示してるわけですよね。でそれがないと単に自由なだけな存在っていうと当時のまあ同時代人 の, そのまあ自分勝手に振る舞うその警備員ですとか隣人の人たちですとかっていうのとマーローの違いが分からなくなってしまうので、まあマーローは自由だけれどもしかし他者に対してこう関わり合いを持っていこうっていう姿勢は持ってるとというところを補助線として描こうとしたんじゃないのかなっていうふうに思いますね。でそれを踏まえるとまあ猫と犬との対比っていうのがちょっと分かりやすくなるのかなと思いますね。つまりマーローっていうのはすごくなんか自分の主義に従う精神性を持っているという意味ではまあ自由なんだけれども、しかし他者に対する関わり合いは持とうとする。でそれに対して当時のまあ同時代人っていうのはなんか一見自由なようなんだけれども、その完全に自分の利己的なですね欲望に従っているだけで全然他者に関わろうとしないと。でその自由さっていうのは実は自由とは言えないんじゃないのかみたいなところまで見えてくるんじゃないかなと思いますね。でそう考えるとちょっとその犬と猫との対比、それからまあ同時代人とマーローとの対比っていう複雑な2つ の, 二項対立っていうのがちょっと見えやすくなってくるのかなと思います。っていうのを3回見て僕はまあなんとなく自分の中で監督のドキュメンタリーとか監督 の, そのまあインタビューとかも読んで、ああそういうことなのかなっていうふうなのを納得して、ようやくこの映画の良さっていうのが分かってくるようになったかなっていう感じですね。それではまあちょっと今回ネタバレなしで結論の部分に入っていきたいと思うんですけども、ちょっと今回複雑な話をしてしまったかもしれないんですけど、映画自体はですねそんな複雑、まあそのイメージを深読みしようとすると複雑なんですけど、雰囲気としては本当にスイ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 進んでいくので、避け方手にですね、まあ、何かおしゃれにこう見るデートムービーとかでそれこそ見るには非常にいい映画なんじゃないかなと思いましたね。それでこのまあ映画のまあマーロー像というかですね、まあ犬と猫との対比、それからマーローと同時代との対比っていうのを象徴しているような何というか描写があるんですよね。でそれが「It's okay with me」っていういつもですね独り言みたいにマーローが言うんですよね。例えば冒頭のそのスーパーマーケットにキャットフードを買いに行くし、ここなんかでも店員さんにですね、カリージーフのキャットフードないって言われて、いやこれでも同じで、まあ、品切れなんだって言われるんですよね。品切れなんだって言われて、これでも同じだよって言われて、でそれに対してちょっとマーローがブータれるんですよね。お前猫飼ったことないだろうって言うんですよ。でそれに対して店員が、あ猫なんかより女の方がいいねみたいなことを言われて、でなんかまあブツクサ言ってマーローが去っていくんですけども、このぶつくさ言う感じっていうのがですね、結局、まあ、マーローの態度っていうのを象徴して、まあ、この作品そのものを象徴しているかもしれませんね。つまり独り言、聞こえるか聞こえないぐらいの独り言ぐらいの距離感ですね。つまり独り言っていうと完全にその自分にだけ聞こえる、まあ、自分のためだけの行動のように思えるんですけど、でそれが人に聞こえるかもしれないぐらいの大きさで言うと、これは自分に対して言ったのか相手に対して言ったのかわからない、本当にその中間的な感じになると思うんですよ。でマーローっていうのは多分そういう聞こえるか聞こえないかぐらいの独り言みたいな男なんだと、そういうことなんだと思うんですよね。つまりもうその自分の独自の美学に従ってただ独り言のようにですね行動しているように見えて、それをやっぱり相手の人に対して聞かせようとしている、なんとなく相手の人にこう関わろうとしている、コミュニケーションを取ろうとしている、そういうようなまあ感じですよね。やっぱりそのまあ猫に対する態度っていうのがまあそれに重なり合わさってくると思うんですけど、まあ二度とですね自分の元に現れないかもしれない猫をやはりこうすごく可愛がっていると、まあ、そういう感じのまあ男としてフィリップ・マーローっていうのが定義されて、それからまあそれがある種の正義というかまあ倫理観、時代にとって重要な倫理観として描かれているのかなという感じがしました。まあ、これなんで結局こういうその微妙なイメージ の, その複
雑な意味が生まれてしまうかというと、さっきも言ったようにですね、俳優重視でなおかつそのアドリブ重視の監督だっていうことなんだと思うんですよね。やっぱりその制作方法でいくと、あ、このイメージいいな、このイメージいいなっていうので、まあ、その場その場でどんどん作っていく。でそうするとやっぱりあのイメージがどん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 たくさんの意味を帯びてきてしまって、最初に持っていた象徴性からずれていくっていうことがあるんだと思うんですよね。でそれによって映画に映っているイメージとしてはどんどん面白いものが出てくると思うんですよ。ただ作品の統一感というか全体的な、まあ、テーマ性みたいなことはどん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 ぶれていくというかですね、危ういその橋を渡ることになってしまう。僕はただ、まあ、このロンググッドバイに関してはギリギリその橋を渡りきって、猫と犬との対比、まあ、その独り言をブツブツ言う、そういう中間的な距離感を持って、まあ、人に接する、そういう倫理観、そういう独自の正義を持った男としてのマーローっていうのは描ききってると思うので、僕は結果好きですね、この映画は。結果好きだけど、例えば 前作ではないのか、あの代表作のマッシュですね、最初に言った、まあ、朝鮮戦争を舞台にしたブラックコメディなんですけど、それに関しては本当にその短編映画がいくつかこう組み合わさって一本の映画になっているような雰囲気で、あんまりそのまとまったプロットみたいな筋みたいなものはないんですよ。あのただコメディだとそういう断片的な感じでも、まあ、一つ一つのシーンが面白ければなんとなく成立するみたいなところがあって、そういう意味ではそのアルトマン その映画の作り方と、まあ、そういうブラックコメディみたいなものとっていうのの相性が良かったんだと思うんですよね。実際僕もマッシュの方がまあ正直好きで、全然その気にならなかったですから。ただそのマッシュに関しても、最後に朝鮮戦争の前線にいるにもかかわらずアメフトの試合をやるっていうですね、あの、まあ、別の基地のアメリカ軍の人たちとアメフトの試合をしてまあ遊ぶっていうシーンがあるんですけど、まあ、その最中にピストルの音みたいなものが聞こえて、やばい誰か撃たれたって言うんですけど、まあ、そうじゃなくて単にその、まあ、試合の合図のための音なんですよね、ホイッスルみたいなものなんですけど、っていう、あ、ちょっとただそこにはやっぱり遊んでいるようだけれども戦争の影を感じさせる、もしくはそのスポーツの中に戦争の影をこう見つけさせるような感じがするっていうですね、やはり意味ありげなイメージというか、こう社会風刺的なそのイメージも入ってきてるんですよね。なので完全に無意味なそのイメージを畳みかけるわけじゃなくて、そこに微妙に意味ありげなイメージをかぶせるのが好きなんだと思うんですよね。それをやりすぎると混乱するっていうことだと思うので、まあそこはまあ趣味の問題かもしれないですけど、ちょっと難しいバランスなのかなと思いましたね。特にロンググッドバイはミステリーなので、ミステリーというと、まあ、全体にそのシリアスな雰囲気がありますよね。まあ人も死にますし、かつあのどのシーンがミステリーにつながるかわからないので、基本的にどのシーンも謎解きに関係しているかもしれない、それは合理的に説明できるかもしれないっていう態度で観客は見ますよね。見るんだけども、それがあの全く関係ないイメージもたくさん出てくるので、どれがその意味があってどれが意味のないイメージなのかっていうのがあの若干混乱するんですよね。でそれは監督のせいではなくて、まあ、ミステリーっていうジャンルとのその相性の問題なのかなっていう風な気がしました。まあ、そういうこともあってか、原作ファンの中ではこの映画あんまり好きじゃないっていう人も多いらしいんですよ。確かに、まあ、ミステリーとしてはですね、全然その、まあ、謎解き部分にあんまり力を入れてない感じがあるので、あの、まあ、そりゃそうなるだろうなっていう気はしましたね。まあ、ただそれを補ってあまりあるぐらいのその面白いシーンの連続っていうのがあるので、まあ、そこが好きな人であればこの作品ものすごく合うんじゃないかなと思いました。ただすごく人を選ぶ映画なのかなっていう気もしました。まあということで、意味がありそうなイメージと意味のなさそうなイメージっていうのがすごく自然にですね、シーンをさりげなく撮るのがうまい監督なので、さりげなくその2つのイメージっていうのがシームレスにつながっていると、そのまあ不思議な独特のリズム感が肌に合えばすごく好きなタイプの作品になるんだと思いますね。まあ、なんでそうなのかなって考えたんですけど、やっぱりその監督がドキュメンタリーで言っていた、私はその目に映ったものをただ描いているだけなんだって言葉がまあ全てなのかなって気がしましたね。つまり作家とか監督にはまあ
大きく分けると現実のその複雑さっていうのをそのまま飲み込み切らずにぶつけてくるタイプと、それを自分の中で飲み込んでいろんな意味を与えたり感情的なリアクションを込めたりして一回再解釈してから出すタイプと2つに分けられると思うんですけど、この監督はわりかしその現実の複雑さっていうのをそのまま描くタイプなんだと思いますね。だからまあその飲み込みきれない部分があっても不自然ではないというか、むしろそれは当然のことなんだというふうに思いますね。それがまあ好きかどうかっていうのが結局この作品の評価を分けるところなのかなと思いました。あとはですね、まあちょっとネタバレになるかもしれないんですけど、いやネタバレなしって言いましたからね、今回は。まあこの辺りで、ロバート・アルトマン監督のロング・グッドバイの話は、やめておこうかなと思います。まあ次回以降もですね、このレイモンド・チャンドラーの長いお別れ、それからまあアルトマン版のロング・グッドバイというのがいろいろなところに影響を与えているので、まあ、ロング・グッドバイつながりみたいなシリーズもちょくちょく扱っていこうかなとは思っています。というところで、今回はこの辺りにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。